ビアガーデンにやってきました。はい、夜はですね、だいぶ涼しくなってきたので外で飲みたいと思います。そして今日はまあ大きな企画はなくて、 YouTube のコメントも読んでいきながらまったり飲んで食べてやっていきたいなと思います。そして今日は JA 全農京都ショップのよさ娘というのを用意していただいたので、こちらを飲みながらのコメントを読んでいきたいなと思います。すごいすごい、見て、泡が、驚き。おー、いい感じですね。では早速乾杯。うん、うん、お、目が覚めるなんかまず飲む前に香りがめちゃくちゃすごい良くて、口に入る前から柚子のいい香りがすごいふわって香ってくるんですけど、お酒の風味もしっかりしてて、柚子もしっかり香ってて、どっちもいい感じに味わえるお酒になってると思います。うん、飲みやすい、すごい美味しいです。じゃあ早速なんですけれども、今ゆるふわタイムで私の動画で一番多分再生回数がいってる ASMR の夏の思い出をささやく動画ですかね。これね、すごいたくさんコメントもいただいてるんですけど、ゆるふわタイムでのゆきひらさんがどの番組よりも質が出ているので、ずっと続けてほしいです。ありがとうございます。確かに動画だとテレビと違ってやっぱりずっと回してたりとか、一人でやってるのに自分の素とかも出てくるので、確かにゆるふわタイムが一番自分の素が出てるような気もしますよね。声が最高、声がマイナス4で癒されました。結構なんか声を褒めてくださるファンの方もすごい多くて嬉しいですね。私割と声は低い方だと思ってるので、なんかそういう声が癒し系って言われるのはすごい嬉しいです。すごい、みんな喜んでますね僕も夏休みとても楽しかったですっていう感想もいただいております。この企画を考えた人ありがとう、よかったですねこれに緊張して第3弾、はい、第4弾やってみます。マジです、皆さんマジでこの人美人よな、嬉しい。今日はよく眠れそうです。寝る前の BGM として聞いてくれるのも嬉しいですね。姉さん大好きだマイクになりたい。これで全国ツアーやろうだってどういうこと？全国を回りながら ASMR のイベントをするってこと？この企画考えた人聞いてるだろうそしてコメントも見てるだろう、あんた最高だよだって支笏湖、ここめっちゃリピしてるって言ってる。支笏湖はそんないのかな。 JA って農協のことですかって今更聞いてくる人はいるんですけど、そうですそして禁断の質問、ファンとの恋愛、結婚はあり、質問コーナーですね。ゆきひらさんと結婚できたら寿命減ってもいいや。ゆきひらさん結婚願望あるんだ、一人好きかと思った。まあありますよね、多分誰でも一人は寂しいと思うんですけど、なんかやっぱり独り身がいいっていう人でもやっぱり生涯一人で生きるっていうのはどうしても寂しいと思うんですね私は。なので別に結婚しなかったとしても友達とか彼女とかパートナーの人が近くにいた方が多分安心とか楽しかったりっていうのがあると思うので、そんなにめちゃめちゃ一人でいますっていうタイプではないですね意外と。ゆきひらりささんの過去が気になる、ウィキペディアをぜひ読んでください。結構全部書いてありますので。ゆきひらさんがコメント欄見てたら気絶するっていうコメントありますけど気絶してますか私は男性で結婚5年ですけど、子供の分も含めて自炊を欠かしたことないですよ。奥さんが自炊が得意じゃないので常に料理しています。料理しまくる男性もいますっていうことですね。お料理男子すごい素敵だと思うんですけど、
私は今までそういった方とお付き合いしたことがないので、結婚相手がそういうお料理とかもできる男性だったらすごくいいなとは思いますね。あとは可愛くてごめんのショート動画撮ってみたっていう動画ですね。一生懸命練習 してる姿を見てるだけでもうメロメロです。こういうのが見たい、無加工で可愛いは正義。皆さん無加工がね好きですよね。服めちゃくちゃ似合ってるっていうコメントもありまして、一応ねゆるふわタイムでは毎回衣装を用意してもらってるので、私服ではないんですけど衣装をね結構変えるように、皆さんに飽きられないように、まあいろんなものを選ぶようにしてます。ありがとうございます、ありがとうございます。見る前からいいねしてるよ。お、実写版ロビンだって。じゃあワンピースの仕事よろしくお願いします。そしてびっくりチキンの気配切り、逃げる雪平さんが一番面白かったって。確かに私もこれ自分で見てて、逃げてる自分見てめっちゃ笑いました。情け容赦ないところが素敵です。スタッフの誕生日かなんかです、ご褒美企画で羨ましいって言われてますよ。切り役と逃げ役どっちもうますぎます、ゆるファータイム最高って言ってる。なんか嬉しいコメントばっかり書いてくれて嬉しいですね。雪平さんだいぶ芝居てる、羨ましい。芝居イベントとかしたらいい。私は別に全然いいですけど。ちょっとお肉がね焼けてきたので食べますか、飲みながら。いただきます。うん、うん、うん。YouTube のコメント欄って、まあ、こう企画じゃなくても結構見たりしてるんですか？うん、全部見てる。みんな見てますよ、 YouTube のコメント欄。よーくコメントしてくださる方とか覚えますんでね、皆さんお願いします。なんかすごいゴムパッチンやってくださいって、なんかすごいしつこく書いてる人がいるんですけど、多分やらないです。だって痛そうだもん。お酒が進む。前までは月1焼肉行くか行かないかだったのに、週に1回行ってるんじゃないかなっていうペースで食べてて、なんかすごい肉食になってるんですよ。そして足つぼマッサージですね。このビーチであまりお酒飲まないはマジで大好きすぎるとのことなんですよね。そう、たまに飲んだりはするんですけど、そんなに毎晩とか飲まないですね。週にまあ何回かたまに飲むくらいですね。なので私は2杯飲んだらもう多分顔は真っ赤になりますね。痛がってる姿も可愛くてキュンでした。悶絶する表情も可愛い。みんな痛がってるの好きなのかな。リアルに痛がるエリサさんを見て親近感が湧く。なんか足つぼもすごい喜んでる方がいっぱいいますね。肌が白すぎて後ろの壁と同化してる。なんかね、私の肌って白い方ではあるんですけど、肉眼で見たらそんな真っ白っていうわけじゃないと思うんですけど、カメラとかレンズ越しで見ると発光の仕方がなんかいいのか、実物より結構白く見えるのかな。そしてホラーゲームですね、最近やってた。めちゃくちゃ美人なのにめちゃくちゃ口悪いの面白い。そんな口悪く言ってない気がするんですけど。ゲームより雪平さんの顔をずっと見てた。おお、顔が好きっていう方もたくさんいらっしゃいますよね。塩対応の実況好きやな。次回は怖さの難易度を上げようとのことです。雪平さんいつもカンペ見て MC 風にお話しされてる時が一番緊張されてるんですね。まあ一番最初が心拍数高かったのね。一切ブリッコしない雪平さん、クールすぎて草。メイド服で食レポ見たかったのに何してくれてんねん。雪平さんに罵られたい。まあね、もうちょっとこう自分で動くというか、お化けとか幽霊が動いてくるものとかの方が臨場感みたいなのがあって怖いなと思うので、次回はまあそういった企画も多分やると思うので楽しみにしててください。そして占い、この占いの回でも雪平さんの声がすごく好きですって書いてくださる方がいました。しかもね、みんなめっちゃ優しくて、どんな未来でも雪平さんなら乗り越えていけます、リサちゃんがどんな道行っても応援します、リサさんにはいい人と結ばれて幸せになってほしいな、それまでお仕事頑張れ応援してと、みんなめちゃくち
人じゃない。こんなに全員が肯定してくれて、私はとても仕事がやりやすいです。雪平さんワンズ好きなんだ。ワンズの上原くん、顔も声もかっこいいですよね。そう、かっこいいんでね、皆さんぜひワンズのボーカルの方に検索してみてください。私は声が大好きです。ライブも行ったことあります。私もなんか男性の声フェチみたいなところがあって、結構顔の次に声とか重要視してるくらい、重要視っていうか声に惹かれることが多い気がします、私は。なので、まあ変わってる方、そして声が魅力的な方っていうのはすごくポイントが高いです。今日の撮影が朝から5本目ですか。うん。それがあって、今日の撮影だったんですよね。熊本で、ガッコンダリさん、この動画の後は、いろんな地方に、ロケに行くので、それも楽しみにしていただければと思います。徳島は何するんですか。徳島、初日レンコン。おりますが、ゆきらさんの想像するレンコンではないです。うん、スペシャルゲストも呼んでますね。あ、そうなんですか。誰ですか。何スペシャル。いや、絶対わかんない。わかんないんだ。クイズを出しましょう。どうぞ。このコメントは何の動画でしょう。クイズ。ゆきらさん頑張ってね。腕を振り下ろすようなイメージで高速球を。始球式の練習。おお、正解です。ほっぺに本和か、汗ばんだゆきらさん、お綺麗。この姿はプレミアム。そうなん。正解です。こんな美人な29歳以来バースデー。ワインが似合う。あ、神戸プレジールね。それくらい私はコメントよく見てますよ、皆さん。体当たりで作業されてるゆきらさん、すごいです。一軸。正解。あと10秒くらいで寝そう。やばいやばいやばい。眠い。眠い。寝落ちちゃった。一瞬休憩タイムに入りましょう。ね。お肉の宅配肉市場、自慢のレトルトカレーを食べてみた。肉市場さん一押しのカレーというのが佐賀牛スパイスカレーです。意外とまろやか。トマトベースに佐賀牛の旨みが合わさって、でも最後にあのスパイスがふわっと香ってきて、これは癖になりそうです。ごちそうさまでした。ということで佐賀牛スパイスカレーは星3つ。イエーイ。お肉の宅配肉市場には他にも国産のお肉を使用したカレーがたくさんあります。気になった方は概要欄をチェックしてください。じゃあもう行きます。トマトマットゲームコメント欄、ロヤルリサさんが可愛すぎてトメイトゥートメイトゥー、なんかめちゃくちゃ華奢に見える。私はあの一応骨格ウェーブっていう体型なので、なんで雪平さん細く見えるんだろうとか華奢に見えるんだろうって思った方はね、一回あの骨格タイプで調べてみてください。なんかナチュラルメイクな感じで素敵ですね。それかもしかして寝起き笑。はい、これ多分結構寝起き、朝起きてスタジオに入って、まあ、1時間くらい準備の時間があってすぐ撮影の1本目だった気がするので、まあ、寝起きっちゃ寝起きの顔ですねこれ。でもそれに気づくっていうのがすごいなと私は思いました。スコツコのクリアカヤックのコメント欄を見ましょう。あ、すごい、支笏湖よく行きます。支笏湖の湖綺麗ですよね。今度足つぼ動画見たいです。え、予言してる人がいた。にょって声初めて聞いた。わら。視聴者プレゼントありがとう、リサさん。時々女の子になったり捨てたりするよな。そして妖艇メロンの動画ですね。麦わら帽子とつなぎ姿の雪平さんも激かわ。雪平さんがいつか乾杯青空レストランに出演する日を見たい。ウルファータイムで農作業や食レポを経験されているので、いけるんじゃないかな。最近なんかコメント欄で、このウルファータイムのこれがあるから、なんかこういう番組もできるんじゃないですかっていうなんか提案とか
そういったコメントもちらほら来てますね。甘くて美味しい農家さんのご苦労に感謝。めっちゃ美味しそう。メロンを思いっきりたくさん食べたくなりました。そしてスキュー式の密着ですね。引き手と逆で投げてるのがすごい。選手に手を上げさせる根性が素晴らしい。スキュー式での球場の中心からの景色なんて初めて見た。またスキュー式よろしくお願いいたします。まあね、もしね次もスキュー式があったらまた密着とかしてもらえたら、なかなかいろんな始球式の密着って見れるものじゃないと思うので、もしね次があればとは思ってるんですけど、私は結構いろんなところでいろんなお仕事の現場で始球式やりたいですってすごい口に出して言ってるので、まあもしかしたらね来年とかまたできるんじゃないかなという期待があります。まあ、とてもとても営業しています。はい、まあ、そんな感じですかねコメントは。まあ、結構たくさん読んだんですけれども、やっぱりコメントもね、私いつもしっかりチェックしてるので、皆さん毎回コメントしてくださると嬉しいですし、基本的にファンの方は私のことをこう甘やかしてくれるので、私もまあそれに乗っかってというか、いいこと言ってくれてるみたいな感じでお仕事のモチベーションにもつながりますので、皆さんこれからもたくさんコメントの方よろしくお願いします。ということで今回はこちらのですね、京都のよさ娘のお酒をいただきました。私はゆずの方をいただいたんですけれども、とっても美味しくて、ゆずの香りももちろんですけど、味わいとかお酒の風味もしっかり感じられて、とっても美味しい一杯でした。そして梨の方とかも売ってたりするので、こちらの商品の詳細は概要欄の雪平梨沙の美味しいを集めましたのページをぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは次回のゆるふわタイムをお楽しみに。